マキタの 10.8V バッテリーで動くポータブル電源を作りました。裏側には過電流防止のためヒューズをつけています。前回のビデオで紹介した低電圧保護モジュールも使っています。停止電圧は 9.5V で、開始電圧はプラス 1.5 で 11V に設定しています。現在のバッテリー電圧は 12.4V です。ポータブル電源ということで持っていたインバータを接続してみました。ところが 10.6V 付近で停止します。これでは電池容量の半分も使えません。そこで 9V でも動くというインバータを買いました。こちらは純粋な制限波を出すので接続機器も選びません。実際に電圧を落として何ボルトまで動くか試してみます。10ボルト以下で警告音が出ます。ちょっと音が大きかったので写真のようにテープを貼ってやりました。9.4V で停止するようです。実際の電源に接続して動作を見てみます。こちらの扇風機は 29.4W です。制限波のインバータに変えてから扇風機の音が静かになりました。安物の前のインバータでは動かない機器もありました。この辺で警報が鳴ります。電源側の低電圧保護が働き止まりました。約21分動いたので計算すると約 63% の効率になります。ホームセンターで買ったマキタ USB 用アダプターを使いました。これを分解してみます。ネジ2本で簡単に開きます。この接点に直接電線を取り付けます。取り付けた電線を外に出すためケースに穴を開けます。
USB 用アダプターとしても動くか試してみます。これを前回のビデオで紹介した低電圧保護モジュールに貼り付けます。15アンペアのヒューズを入れています。これで完成です。このポータブル電源を使ってプリンタを動かしてみます。前のインバータは制限波でなかったため、怖くて使えませんでした。すでに Wi-Fi 接続しているので、完全ワイヤレスになります。よろしかったらチャンネル登録お願いします。